この花山文化なんたら商業区みたいなのがあるので、はい、この辺にちょっと、まあ、ブラブラ腹ごなし的に、okay. なんか歩いていくと今、まあ、ここなんですけど、まあ、この辺らしいんで、okay. じゃあ見てこのハマーさんのこの旅感、旅感すごい、旅感ある、そうある、台湾にやってきました。すごいいいな、私も旅感ない。嘘、同じだよ。今日はこの後、工場をイノベした建物に行ってみたいと思います。ごめんね、早まなかったなんだよ。なんかあの写真集についてくるメイキング DVD。 あ、わかる。写真集出せる？写真集出せる出せる。やったやった。出せる出せる。何？あ、つぼみ。つぼ。つぼみ。いかがですか？つぼみ。嬉しいですね。ミキたっぷり。ミキ、ミキたっぷり。うん、あ、でもそういう感じ、なんか。そういう感じよね。全部みたいな。そう。ミキたっぷりはちょっと AV 感。ダメじゃん。ご飯よかった、あの量にしてって思ってる。あれよりもう一杯いったらもう結構お腹いっぱいだわみたいな感じですよね。そう、やっぱり今回はなんか落ち着いて先々を決めていこう、1時間 1巻って喋るのダメ、え、ダメかもしれない。飲食ダメ、写真 OK、盲導犬 OK、 トイレ大丈夫、最低消費、最低消費っていうのもあって、はい、いくらぐらいは使わなきゃいけないっていう最低限の基準も決まります。え、どうも、本当、本当だ、いいな、いいな、今日金曜日だよね、金曜日ね、学生かな、学生、目の模様になりますわ。おお、目に入るかな、全てが恋愛対象かな。はい。ジエンド。ジエンド。愛だかな。愛だかな。え、ちょっとジエンド写真撮るんだ。あ、めっちゃいい。ちょっと待って。だってもう自分全然いいよこれ。おお、なんかかっこいい。いいね。はい。レイズ、レイズ、うん、欲しい、そう、レイズはうまいね、レイズが台湾語になると楽ことって書くらしい、ね、なんでだろう ね、 ね、なんかね、この外来語を中国語に訳すときって音も似てるし意味も似てるっていう風に聞いたことがあって、これあれだよね、よく言うあのSNS に載せたらもらえますよとか、そういうことだよね、きっと。何発入れなかった、はい、分かんないけど、とりあえず書く、うん、これ何なんだろう、これもうあれじゃない、もうもし万が一さ、お前の血と肉はこの国に捧げお前たちのありがとう、はい、はい、全てこの大地に捧げることに、すごい、この子たちもみんなこの血と肉すごい喜ぶやん。モトをヘビリオ。オッケー。あー、じゃあ俺ジャガイモになりに行ってきます。楽しい人生でした。ありがとうございます。
てそんな頭から入ってきどういうの頭から木が生えて、その木からね、ポテトチップスが生えてきた。やべえじゃん、養分じゃん。フェイズの神がいる。やばいじゃん。私の養分を吸って、ポテチ生成されてるじゃん。めちゃくちゃね、ポテチがね、量産されてる今。しょうがない、あの子たちの血と肉となろう。仕方あるまい。あの子たちの笑顔のためにこの人心を捧げる思いで台湾に来ております。今ね、爆発した。え、ワイルポテチ爆発よ、爆発。これが芸術ってやつです。やばい、これ写真撮りて。おもろみが深い。いや、おもろみが深い、これは。見たことある。やっぱりそこで仕込むんです、やっぱり。先輩の2年ぶりぐらいです。だって今我々の時にあるのが7時かけだ。かわいい。